から相変わらずお前はバカ。本日浜田大悟選手と組んでツイスターマルションに挑戦する秋野美香選手よりご挨拶を申し上げます。今日はメインで綾子と組んでバック王座に挑戦します。デビュー満たない、1年満たない私たちがベルトを巻く姿をぜひ期待してください。それとトーナメントスタイルのカードが発表されました。今回アルシオンに初出場するチャパリータ・アサリ選手が来場しています。アルシオンのファンの皆さん、チャパリータ・アサリです。今からトーナメントスカイに出ることを心待ちにしています。このチャンスを与えてくださったことを感謝するとともに、私たちにしかできない大空中戦をお見せすることを約束します。最後の音も言える6月30日小型ホールですね、対タイガードリーム戦が決まったんですけど、タイガー選手の調子が悪いということで、それは見合わせということになりまして、ただそうしますと相手がいないんですよ。誰だ。そういったものが見せてもらえるかどうか、それを見てから話させてもらおう。内容全てにおいて、まあ、勝ち負けよりもやっぱり内容で、よしこれができたからまだ次いけるぞっていう気持ちにはすごいなりましたね。本当にだからやってよかったなっていう、ここまでは本当にやってきてよかったなっていう、まあ、ありますね。深川っていうものはやっぱりまあ対外的に見ると一歩二歩遅れてるのかなっていう部分があったんですけど、でもやっぱり彼女の底力っていう部分は私はすごく信じてる部分がありますから、やっぱりそこからどうにかして自分で這い上がってくるだろうなっていうのがすごいあったんで、まあ、今日がそのいいきっかけになってくれればっていうので、まあ、7番勝負しかも7番目最後っていうこと締めなんで、まあ、これがお互いにとっていいきっかけになればいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか7番勝負で阿佐様がなんか私が志願っていうふうになった時にやらせてくださいって言ったじゃないですか。あの時になんかいろんな意味があるって言って、まあ相手の力を引き出しつつっていうことを言ってたんですけど、私ははっきり言って今日の試合でアジャ様に自分の力を引き出してもらおうなんて思ってないんで、もう自分のことは自分でやるつもりだし、うん、今日はだからそのぐらいガンガン行くつもりです。Come on.
それをきちんと7番勝負全てをこうやってきたことを全部頭の中できっちり整理した上で8月6日というのにきっちり乗り込んでいきたいなって、やっぱりね、こんだけのものを背負いましたからね、各人の思いっては、7番勝負に限らずですけど、いつの試合でもそうですけど、みんなの思いっていうものをしっかり受け止めた上で、8月6日に挑みたいなと。でも今日ムカついた、結局結果こうで、あんな、ね、自分の得意パターンで負けて、でも試合を通して、ね、勉強になる分すごいなと思うので、今後に生かしていきたいです。アジア選手に7番勝負があったかもしれないけど、自分にとってもすごい意味のある試合だ。Yeah!
前にチッタで彩子と組んでやった時よりは結構自分たちのペースに少しは持っていけたんじゃないかなと思ってるんですけど、秋野が出てた時チャンスが思いっきりあったんですけどね、ちょっと自分も捕まれちゃって。3月の時よりもだいぶパワーアップしていると思いますので覚悟してください。今日はその試合と違ってガンガン来たいと思うんで覚悟してください。まだまだあなたたちには負けません。あなたたちには今すごい勢いがあるかもしれませんけど、その勢いだけでは私たちのベルトは任せません。よく見ろ。
Yeah!
15分経過、15分経過。はい、ちょーきょーきょー、明日行くぞー、行けんだぞYeah.
会社の場合の新人って。なんて名前？秋野です。あの、今日は私たち、愛者様に招待券いただいて見に来ただけなんですけど、ラスカチョの名前口出すなんて、あんたも大した度胸だよね。でも、あんたには用じゃないから早く帰って。あと、ついでに、どこで言わせてもらっていいですか？いいか。たまでも全然変わってなくて、相変わらずパッとしないね。としてもね、愛来ましたね、上がるわけいかないから、で、うちのね、スタイルっていうのがあるし、今までほら、椅子持ってきたりとかなんかいろいろやってるけどさ、それうちには通用してないからさ、でもうちでもやる相手がいなかったらほら、できないからね、実際問題やりますよ、こんな言われっぱなしで。でもままごとはやんないよ。あんたままごとなんてやるかい。あんたがやるんだったらままごとになっちゃう。本当だよ。そんだけやりたいんでしょ。遊ばれるのはどっちだよ。言ったな。やります。まあやらせるとしても、こういう後楽園でやったことは後楽園で片付けてもらわなきゃいけないから、じゃあ次のね、7月25日の後楽園でやるとしたらね、この意思あるの？大丈夫なの？お願いします。どうなの、スケジュールとか。そういうのスケジュール、いや何もないよね。いつですか？7月25日。オッケーです。お願いします。深い言ったこと後悔すんなよ。骨折すんなよ。それまでに。なんでそれだよ。すごいやってみたい。やってみたいって気持ちが大きくなりました。なんかもう今はもう女言い方されたんで、もう今はもうやるっていう、やりたいっていう気持ちはありますけど、はっきり本音を言えば。あの人たちはうちのスタイルに最も合わない人たちだし、アルショーのリングに上げるなんて本当は冗談じゃないけど、
なんか雑誌とかで見てた限りは全然興味なんかなかったですね、うん、もう当たる、二度と当たることなんてなかったと思ったんで、求めてるものが違うと思ってるんで、でもあんな形でね、向こうが最初にそんななんか今どうするみたいな感じだったですけど、向こうが最初にリング上がってきて、あんな試合をしたいと、であんなね土足で上がって、あんなパッとしないななんてこと言われて、アルシオンがこう見出される前に自分たちが出てって中引っかき回される前に、そこまで中に入らせるつもりないんで。いつごろたの復活でしょうっていうくらいに思ってます。今回もまあお客さん相手に戦いましょうって感じですかね。楽しみにしててください。そう簡単にはいきませんので、今日限りで必ず終わらせます。
Yeah!
10分経過。Yeah.
Thank you.
5分10秒5分10秒エリアタイムよりウィナープリンセスだ。
最後まで頑張って自分としては秋のと戦いんで、でこのために同じ水着、お揃いの水着着てきたんですよね。はい、タイガーさんに勝ったらもう多分先は簡単だと思うんですけどね。そうですね、このスカイトーナメントにタイガードリームメンバーとして入ってるということに関してすごく光栄に思っております。はい、でやっぱり出るからには優勝を目指して頑張りたいと思います。何度か組んでタッグリーグとかもやってたんですけど、対決するのは初めてなんで、いつも通りぶつかってきてもらいたいと思います。Yeah!
して、体調ははっきり言ってどこも悪くないです、はい、だから今日負けてしまったのはやっぱり自分のちょっと油断と彩子の成長があったからだと思うんで。Hola, buenas tardes. Vengo de México y vengo a demostrar que las mexicanas podemos salir aquí y donde quiera. Bueno, hola amigos, yo soy María Apache y creo que hoy es el torneo de volar, en español se llama así, torneo volar. Y creo que le voy a echar muchas ganas, creo que es pues mi estilo de lucha, el volar. Y espero ser la triunfadora en esto.優勝を狙っているので、はい、サクッと実力で言ったら楽勝なんで、あえて打撃は使えません。でも勝ちます。はい。目つきには気をつけて、サクッと勝利をいただきます。あやこと決勝で戦おうという約束で同じコスチューム着てきてますんで、はい、2人で決勝を狙いたいと思います。ああ、ガイメタル選手。そうですね、はっきり言うと本当に一番強いと思ってるんで、うん、そこを抜ければあとはいけると思うんで、ガビメタル選手でも悪いんですけど自分勝ちます。
試合時間5分経過、5分経過。モールパッケージとかで語られたら文句言いますけど、うん、奥の手出してきたから、まあ、よしとして、せっかくガウンとムコスチューム作ったのに、スカイのために残念、悔しい。そうですね、やっぱりアルショーに初出場ということで、やったことない選手なんで、それが一番不安なんですけど、出るからには絶対優勝を狙ってるし、この大空中祭っていうあのトーナメントスカイなんで、もう私にとっては本当に本領発揮できる大会になると思うんで、一生懸命頑張ります。そうですね、体操では、藤田選手の方がキャリア的には長いかもしれないんですけど、プロレスで私の方がキャリアもあるし、全然上だってところを見せつけたいと思います。そうですね、やるからには優勝できるように頑張りたいと思いますけど、自分が望んだカードであるんで、望んだだけあるなと言われる、試合にしたいと思ってます。Yeah!
え、ギブ。おお、どうした？あ、誰か、誰か。待てな、どうした？あ、はい。ファイヤーバード使わされたことが一番悔しいですね。自分が今一番自信ある技で、
れでやっぱりボール取るつもりで今日試合に臨んでたんであれを透かされてスカイツイスターでボール取られてしまったことが一番悔しいです。やっぱりキャリアの差は感じますね、節々。
うわしないですけど、まあよくやったなって。Stop!
負けちゃうんじゃないかと思ったことが何回もあったんですけど、とりあえず
原記者には優勝します。
肩ついてない、ついてない肩。それ。Thank you.
正直言ってすごい緊張してすごい場だったんですけど優勝することができました。ありがとうございました。今回はすごいいい選手がたくさんいるので、また機会があったらその素晴らしい選手たちと競っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
前はビビったからな。悪いな。王道とは行かないよ。カットとかなしで自分今度シングルで